これじゃあ3人目はモロのとこじゃない？ねえ。新しいエリアだ。でも一回これまた村に戻ってくるんだな。別のエリアだよね。あっ！なに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 ？どうもー、鳥の爪ダンソートです。いつも皆さん高評価やコメントありがとうございます。めちゃめちゃ励みになってます。ということで、バイオハザードビレッジ続きの方やっていきましょう。前回はベネビエント邸にたどり着きましたね。人形使いのドナとアンジーはですね、イースさんとミアの夫婦関係についていろいろ秘密を知っているかのような、こうなんというか精神を揺さぶるようなね、謎解きを要求してきました。で、なんとかローズのようなその赤ちゃんの化け物から逃げたものの、なんかアンジーを追いかける展開になりましたね。まずはちょっと状況ハークの方をしっかりしつつ戦っていきましょう。ということでスタート。取り詰め。じゃあポーズメニュー閉じるよ。いくよ。はい。でなんか逃げてったよな。どうしたらいいんだろう。あいつをやっぱ探せばいいわけでしょ、きっと。こういうところなんか開けられるね。ダメージを食らったりとかはあるのかな。でも回復薬今ないもんね。どちらかというとその謎解き的なところで勝負を仕掛けてくるキャラクターだよな。いや不気味だな。でもやっぱこういうとこだよな、隠れてるとしたら。人形に紛れてることもあんのか。ああちょっと待って、不気味不気味。笑い声が大きくなってない？気のせいか。あ、2階かな。2階行ってみよう。痛い。あ、攻撃も普通にしてくるんだ。なんだろう、時間で見つけてないとそういう攻撃を仕掛けてくるってことか。痛い。これそうだよな。ローズさえ生まれなきゃこんなことにはならなかったのに。そんなこと言うなよ。お、ナイス。ハサミさえあればなんとかなっちゃうんだね。さすがイーさん。もう一回戦ってことかな。はい。とりあえず開けつつ。でも、ちょっと、先のエリアというか、離れた場所にきっと行くよな。タンス自体はそんなに数多くなかったもんね。あ、でも今、タンスの中にいたわけではないか。どこにいんだろう。一回こっちのエリア戻ってみよう。あ、いた。よし。やっぱそうだよね。犯人は現場に戻るっていう。下の方行くよな、きっと。これでもランダムなのかな。ローズにはしねえよ。で、お前が逃げた方向はそっちだよな。ってことはこっちのエリアか。あ、いた。なんだよ、イージーじゃねえか。どうした。出てやるよ。うおー、気持ち悪い。エリアみたいに出てるよ。てめえ、ふざけんな。可愛いお人形ちゃんに何しやがんだよ。よくねえよ。はあ。とはいえごめんな。お、ドナもろとも行った。終わったのか。結構あっさりめだったね。2つ目のステージこれで終わりじゃない。だってへえ。でもなんかパターン違うのめっちゃ面白かったな。俺が必ず。あ、胎児の鍵だ。これ組み合わせたら別のエリア行けるようになるよ。はい。とにかくここまでよ。武器は？これはまあ、うん、いいのよ。手に入れたのはありがとうって感じだけども。あ、調べられる。私欲の鍵との部品、まあ、組み合わせてね、はい。こいつの仕業だったのか。これで二つ。両足。アンジーの人形。これまた売れるやつじゃない？以前コメント欄でちょっと秀逸な考察があったんですけども、あのデュークもしかしたらアンブレラと通じてるんじゃないのっていうね。このサンプル、こいつらボスのサンプルを簡単に集めてますよね。自分の手を煩わせることなく。で、なんかそういうアンブレラと通じる人物なんじゃないのっていう話があって。あ、銃全部手に入ってんだね。ありえそうだよな。とりあえずでもここで二つ目のステージクリアとなりました。さあ、でも、無事クリアできたので、普通に引き返していきましょう。ただ、敵もまた出てくるかもしれないんでね、気をつけていきたいところ。これかな？あっさり普通に帰れるんだろうか。これでなんか今度こそエレベーター落ちたりするんじゃない？カプコンの乗り物系は信頼しちゃいけないって言われてますから。ヘリとか 100% そうだもんね。
あ、ようやくエレベーターついた。長かったなぁ。ステージクリアしたし、また老婆とかと会えたりしないかなぁ。ここの、そうか、墓地のところだ。最初来た時ここ光ってたけど、あ、調べる。え？ここでは使えない。え、なんか開けられたりすんのか？あ、プレートだ。名前を完成させるんじゃない？まあ、でもちょっとここのプレート手に入れてないもんね。なんかまあ、いずれ戻ってくることができるのかもしれない。トレジャーアイテム系なんじゃないかな。ウルト効果なやつとか手に入りそうだよね。あ、ここまだ見てないとこじゃない？ね。最初の時はミアがいて、取れなかったもんね。入ってみようか。おっと、敵いんのか。ちょっと待って、ちょっと待って。やばい。これ閉めた方がいいか。なんだなんだ。あ、待って、強いショットガンじゃない？アイテムスロットがいっぱいですか？いや、でもちょっとじゃあアイテム、いいや。一回置いとこう。ゾンビだらけだ。待って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 。来る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 。パイプ爆弾ここ、通らないかな。あ、痛い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 。やばいやば。自分もろともいっちゃう。うわ、やばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。死ぬ死ぬ死ぬ。回復。きつい。クリアになれ。よし。行け。倒せ。リロード。やべ、外した。ガード。よし、リロード。よし、撃って。まだ立ち上がるか。倒した。危ねえ。パイプ爆弾ミスった。きつ。あ、リロードしない方が良かったかな。強いショットガンだもんね、これで。でも今、アイテムいっぱいなんで、ちょっと一回デュークのとこまで行って、あれだな。あの、バッグの容量を増やしたい。いろいろ売れるはずだから。いや、きつかった。あ、またなんか宝箱。これもなんか実際にあるものらしいですね。金属球。へぇ。これどこで使うんだろう。なんか前のデュークがさ、いた部屋？ああいう謎解きがまたどっかあんのかな。あ、ここのお屋敷も、いや、行ってないとこちょこちょこあるな。行けるようになったって感じかな、正しくは。いや、でも戻ろう。一回リュウ君とこ戻って、セーブしたい&弾がいろいろ欲しい。戻る道中までいられるのは結構きつい。うわぁ、声してる。お、なんかゲットした。やばいやばい、痛い。で、よし、全する全する。じゃあな、また後で倒しに来るよ。はい、これで戻ってきた。よかったよかった。あ、人形なでなでしてる。すべてを分かっていたかのように。おやおや、これをご存知ですか？うわアイテム売却ですね、まずは。アンジー人形、28,000円。すごいね。ドナが抱えていた不気味な人形、もう動かないようだ。とりあえずでもトランク、これ、アイテム拡張しましょう。あ、で、そうだ、以前動画の中でもお伝えしてたんですけども、高級な鶏肉は手に入れたんですよね。これがね、欲しいんですよ。体力の上限が大きく上昇する。ただ、普通の逆にね、獣の生肉の方が足りてなくて、それをどっかで調達しなくちゃいけないと。ベネビエント邸クリアしたんで、なんか肉だけ入れる手段増えてんじゃないかな。よし。じゃあ、もう一回さっきのとこ戻って、敵倒したりしつつ、アイテム回収しよう。これは、レアなやつじゃない？あ、3,000円。よし、でかいね。あ、結構鳥かごあるな。これもなんか調べられる。あ、ビビアナイトだって。あ、やっぱ結構いろいろあるんだね。しっかり見た方がいいな、これ。よし。ハンドガンの弾。あ、ありがてえ。あ、でもさっきいたゾンビたち、もう出てこないのかな。あれかな。一回戻っちゃえば、消えちゃうっていうパターンだったかな。この右側も行ってないんだけど、ちょっと先にその強力な武器さっき取れなかったやつ、もう一回取ろう。あ、待って。動物じゃん。
言ってたら。よし、獣の生肉ゲットしましたね。これで後で料理できるようになるな。よかったよかった。で、さっきゾンビにめっちゃ襲われたのがこの小屋で、で、これだね。さっきキャンセルしたやつ。やった。強そう。ポンプアクション式のコンバットショットガンだって威力760。よし、じゃあもう一個気になってたお屋敷みたいなとこ行ってみようか。ここはここでなんかありそうだよな。かまどがあって、でも庭のところ、あ、やってた、井戸だ。大好き、井戸大好き。なんかアイテム確定で手に入るもんね。何が手に入るんだ。あ、人形の頭だ。はいはい。これ持ってるわ。胴体持ってるんで、これですね。組み合わせていきましょう。できた。これで売ったら高いぞ。で、ここの扉開けて、うわ、敵いそうでやだな。あ、これの謎解き用の弾だったんだな。持ってる持ってる。これだ。ピタゴラスイッチ。こんなミニゲーム要素まで入れてくれるってすごいよね。はい。ゴールー。これもまた、あ、すごい。漆黒の結晶骨。中二感すご。邪眼がうずきそうだわ。あ、セーブポイントになってる。あ、楽器職人の鍵。これ村のところにあったドアとマークが一緒だ。この部屋ですね。楽器職人の鍵っていうのをさっき手に入れたので、これで入れるようになったぞ。はいはいはい。まあなんか敵いるかもしんないけど。多分レアアイテム。宝箱のマーク書いてあったんで。あ、ハッピーバースデー。かわいい絵だけどね。あ、でも敵いなさそうだね。よし。いろいろアイテムあるよね、きっとね。あ、番号だ、また。あー、露骨にあったあの、ハッピーバースデーのやつかな。ね、ギター作ってたんだ。ギター職人ってなんかかっこいいね、でも。これじゃない？270917かな ?270917。270917。今回はちょっとびっくり要素やめてくれよ。出てきたりすんなよ。怖いな。やらかしてきそうだもんな。なんだこれ。ロングマガジン、ライフルの、秘宝、鋼鉄のやつ。まあ、なんか売るやつだ。やった。F2 ライフル。このスナイパーにつけられるやつだな。やったー。今まで4発しかマガジン入らなかったのに9発になってるな。すげえ。これは強えわ。あったー。楽器職人の家、なんかずっと赤になってて、なんでだろうって思ってたら、これだ。隠しアイテムがまだあるよっていうね。この赤になってるとマップがさ、まだアイテムあるよっていうのがわかるのに、ちょっといいよね、やっぱね。探索好きとしては助かるわ。さあ、ということで、楽器職人の部屋をとりあえず見てきたので、一回ちょっと料理、したいと思います。さっきね、お肉とかも手に入れましたもんね。これだな。トゥキトゥーラってやつ。体力の上限が大きく上昇する。だもんね。どうも。よし、これで OK かな。うん、調理中、どんな感じなんだろう。さすがにモンハンみたいに調理シーンはないんだな。一回きりだもんね。お待たせしました。はい。あなたの分も。これで、食べて。うん。体力の上限が大きく上昇した永続効果の。いいっすね。気になるのはこれですね。歩行時の移動スピードが上昇する鉄。幻の魚の肉がちょっとどこで手に入るのかまだ分かってないんだけども。これ後々使いたいな。新しい商品をどうぞご覧に。いや、この辺のさっき手に入れたアイテムどれもめっちゃ高いな。人形とか2万もすんだ。やばいね。とりあえずじゃあこれで売って。こりゃ羽振りがいいですな。ですな。素敵な旅になります。結構いろいろ、地雷とか爆弾とか買ったり充実してるんで。で、プレートをさっき手に入れたわけだよね。で、それを行こう。埋めに行って、ちょっと高級アイテムまた手に入れに行こう。さあ、墓地のとこ来ましたよー。ちょっと待って。ちょっと待って。これ今さ、装備してんのハンドガンとショットガンなんだけど、多分こういう時に、あれ絶対強いよな。スナイパーライフルと地雷かな。使おう。スナイパーじゃないかな。やばい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 。一旦、セットしまして。はいはいはい。爆破！よしよしよし。
で、セットしまして。で、スナイパー。おーおーおー。オッケー。オッケー。待って待って、出てくんの？出てくんの？よし！でもダメージは入ってる。あいつら出てくんのか。いや、早い早い早い。いや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 、勘弁して。よし。よっしゃ。オッケー。スナイパー。なるべくヘッドに当てたいは当てたいけど、外す可能性もあるんだよな、ヘッドに関しては。よし、当てた。うわー、俺にも当たってる。地雷はでももう作れないもんな。ダメージはでかいはずだぜ。スナイパーだもんな。今まで散々取っといたんだから。いやー強いな。振りかぶって、やばい、引っかかった。オッケー、ドーンってしたとこ、これチャンス。当たった。いやー俺にも当たってる。このパターンきつい。よしよしよし、当たってるよ。全然倒れねえじゃん。で、またゾンビ出てきちゃったか。まずい。ショットガン行ってみるか。ガード撃って、よろめいてるけど、まだ倒したわけじゃないのか。ハンマーとか落としてくれよ。振りかぶりでかい。よし、いいダメ入った。よろけた。よし、強くね。いや、めちゃめちゃ強い。なにあれ、早く。ちょっと待って、一旦クラフトとかすんのありかも。地雷作れる？作れるな。地雷、2個作っちゃおう。で、うわ、下からまた出てきたか。ショートカットにはセットしてあるね。うん。地雷使ってみたいけど、ザコに反応しちゃうと困るから、こいつらは先倒しといて。外してる。冷静に行け。よし、ここにつけよう。どうだい、来てくれ。よし、当たったよな。当たった当たった。地雷入ってよ。スクラップ A ゲット。ここは薬液、地雷セット。ガード、地雷に弾入るはず。ぶつかれ、ダメか。スナイパーに構えて、地雷のとこに誘導したいけどな。いや、ザコがかかりそうでやだな。こっち来てくんないか。いや、きついきついきつい。地雷のとこ来て。よし、かかった。倒した倒した倒した。うわー強ー。今まで所持してた武器もう全部使ったぐらいじゃない。スナイパーだけだよ、もう残ってんの。やばすぎ。死んだと思った。なんか、アンジーとかドミトレスクの火じゃなかったんだけど。よし。でもこれで、プレートだね。かけたプレートはめまして、ベルンガリオの金杯っていいのかな？秘宝ゲットだ。しゃあ。あー、村に戻ってきた。デューク。まあ、ごゆっくり。やばいやつ倒したよ。お金に見合うのかい？ 3 万か。まあ、こんなもんなのかな。怪物が死んで結晶化した異物、大きすぎる、大きすぎて武器には使えないと。あ、でも、これもか。結果的には4万8千円手に入ってるってこともね。って考えたらでかいのか。いや、これほどの品を一体どちらで。ついさっきそこで。よし、結構ハンドガンの弾とか、ショットガンの弾とか、いろいろ全部買ったんで、これで、多少は戦えるけど、リロードしたらもうすぐだよな。よし。
さあ、じゃあ、私欲の退治の鍵でいいのかな？こちら使って、今まで行けなかったとこ。これじゃあ、三人目は、モローのとこじゃない？ねえ。新しいエリアだ。でも一回これまた村に戻ってくるんだな。別のエリアだよね。おお、なに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 、あ、そうそうそう。強っ。はい、イーサンの物語終わり。待って、連続戦闘はないよな、さすがに。わわわわわわ、なんだなんだなんだ、一回入って、嘘、戦闘なの？そうだろ。はい、かかってこいよ。一回中入って、え、でも建物の中来れないんだったら十分じゃない？強いよね。ちょっと待って、傷が深い、もう長くは持ちそうにない。小屋の周りをあいつがうろついてるのが聞こえる。あいつは銃にひるみもしなかった。俺の抵抗を楽しんでる風ですらあった。あいつは普通の狼じゃない、だが畜生、もう少しだったんだ、水車小屋まで行ける。うーわー、無駄打ちした。あいつを、あの武器で仕留められたのに、小屋はもう目の前なのに、くそ寒くて足に力が入らない。俺を許してくれ、ルイザ。あ、ルイザの夫だ。で、それは水車小屋っていうのは一体どこなんだい？じゃあその中に隠れたりしながら順番にって感じかな。よし、一旦こっち行こう。中入りたい。鉄格子の鍵、早く早く早く、大丈夫か。一回入ろう。拾う。あれ、なんか強そうな手に入れた。いいじゃん、いいじゃん。これ使えば倒せるかな、ワンちゃん。あ、炸裂弾ってこれのだったのかな。そんな感じあるかも。奴がどこにいるのか微妙にわかんないんだけど。奥行ってみるか。あ、いるわ。うわ、強っ。リロード。グレポンだ。よし、リロード。リロード。おい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 。くらえ、いいよ、順調にダメージは入ってる。くらえ、倒した倒した倒した、よし、いや強くレポン。画獣の結晶、うわー、これもでも元々人なのかな。怖っ、火じゃねえな。敵が一気に強くなりすぎじゃない、ここのパートで。いや、なんか暑いね。こういう一番最初にライカンと接敵した部屋のところ、ここに戻ってきたわけだ。でも、さらに奥に進めるようになってるっぽいんですよね。マップを見ていくと、この川沿いに下っていけるっていうか、そんな感じになってんのかな。ただちょっと収録時間の方が長くなってきたし、やたら強いボス2000やったんで、一旦デュークんとこ戻って、セーブしていきます。で、このパート今回これで区切ろうかな。ということで、バイオハザードビレッジ、今後の更新が気になる方はぜひチャンネル登録して、鳥の爪何に入団してみてくださいね。皆さんの感想なんかもぜひコメント欄で聞かせてください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。はいはい。